動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げているもの、ルチョです。エルデンリングマイナー武器攻略解説ということで、第2回の今回は、ガーゴイルの黒剣、こちらを使ってね、1周目攻略していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回の出場は、進行が高くて技量がしっかり低い、この預言者を選択していきます。では、片身は狭間の地のルーンでやっていきましょう。ということで、ガーゴイルの黒剣、金馬車、筋力と進行が必要となるべきですね。進行の方はそんなに上げる予定はありません、まあ、と言いますのもガーゴイルの黒剣のね一番の特徴である戦技進行の補正値が全く乗りません。全く乗らないので進行はほぼ最低値で使っていって、筋力をねガリガリ上げていきます。で次の機構士さん今回降りていきますがこのままね飛び降りて今回は先に進んでいく。これが一番早いですね。まああいつとは戦う必要すらないからな。雑魚だからもう相手にしない。これから先ほぼ二度と相手にしないでしょう。さあ広い世界オープンワールドだ。リブグレイブ、まずはね重要キャラバーレイさんにしっかりと話しかけてイベントを進めておきましょう。この羊ちゃんたちの骨は必要になるのでしっかりと回収しておきますね。さあエレの教会、ここで売却で狭間の地のルーンね片身を売ってしまいます。購入するのはひびつぼツールカバンでいいですかね。でアイテム制作でしっかりと投げ矢をたくさん作っておくと。では石門前に着いたのでメリナちゃんが現れて取引に応じてトレントをゲッツと。ラニ様、ラニ様、そうだった、この時はレナ様。さあ霊指の鈴。では石門前に戻ってきてここでおっと危ない。オフセスフレイブ、僕パンチ。はい、キノコ、今回もしっかりとね眠り壺は使っていきます。さあ夜騎兵が出てくる奥側の探石1を回収してジャンプ、そしてファリスの製法書1を回収と。これが眠り壺の製法書ですね。いやーケネス、今回は騎士長倒さなくても良さそうだな。さあ第3マリカ教会につきまして霊薬と聖杯の雫を回収と。しっかりとポロンはしていく。ではハイト取りで行ってアリフ回収していきましょうか。危ない危ない、結構いいコントロールしてるじゃねえか。さあここでデクタスのアリフをもらって危ないんでプロロします。さあ外に戻ってきたら次は取り足の回収ですね。うわ今回3つか、なかなか渋いな。さあ逃げ送りポロン。今回もイレーナさんは無視ですね。ちょっと後で献血をお願いします。じゃーん。で亀の甲羅、種子を取ってと。洗礼教会で聖杯の雫をゲットして抜けていく。降りてさあトリーナの睡蓮、眠り壺用ですね。下に降りてトリーナの睡蓮を確保してこの下新広告部、まあ、今回もねお世話になると思います。さあ巡礼教会、聖杯の雫、廃墟に来てトリーナの睡蓮をしっかりと回収。第4マリカ教会、聖杯の雫と。おじさん、おじさんからランタンだけ買っておきましょうか。舞戻りの塔の近くまで来たら左の池ですね。さあホタルを回収していってと。これで第3マリカ教会に戻っていきます。では教会の裏手から竜塚向かっていきましょう。イエス、グレイオールの竜塚。グラング、また後でな。種子はしっかり回収、魔術師とでポロン、ジャーンプ、荘厳寺を通り抜けてと。さらにジャーンファロストリで前でポロン。今回はね獣除去の松明使わずにそのままラダゴンのただれ刻印取っていきたいと思います。割り符はしっかりと回収、ポワンポワンゴロンで、ここをジャンプして下降りてプロロと。戻ってきたらただれ刻印。では模色の探石回収していきましょうか。まずは真珠塔の横に来て急
9とルーンの子すぐ上のスカラベちゃんのところまで来てと、あっぼあどこ行くの、あっぼどあうんああ8ファロストリデに戻ってきたら次はケイリッド方面ですね。さあここの霊気流から降りて腐れ病の境界で聖杯の雫と、ここはしっかりポロンしておいて、前回はサリアの魔術師街方面から抜けていきましたが、今回はこの南側左側ですね、こっちから抜けていきます。さあここの大きい白いもっこりしたここね、滑って降りていく、もっこりを滑って一番下まで行けばこれで OK ですね。先に進んでいけば祝福があるのでこれをポロン。さあここで南岸にそのまま着くことができましたと。先に種子を回収しておいて、では沼の方を向かっていきましょう。ここにねルーンの子あるんで拾っておきましょう。1個奥のこれ、これが4。さあ今回もオニールさんちょっとお世話になりますんで、ここの祝福エオニア沼奥地これつけておきましょう。さあこのまま奥に行ってと、ゴーを回収。ではここからまたゲールトリデに向かっていきます。さあゲールトリデでポロンして、今回はね金バサ武器とは言いつつも筋力武器、ほぼ筋力武器なのでしっかりと筋力を上げる手段もね確保しておきたいので、ゲルトリデの内部にちょっと侵入していきます。でこういったちょっと邪魔なんで一旦燃やし尽くしておいて上に登っていくと、あちょ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 危ない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 、アローレイン、いやリヒトレーゲン、光の雨、邪魔だなこいつ、一旦落ちてもらおうか。こういう時にも投げナイフ使えるから、よし落ちたな。こいつらちょっと序盤に相手にするにはちょっと強すぎるんでね、あんたも強すぎる、ちょっと時間かかりすぎた。一回君もじゃあ一回もちょっと ここまで来て、はいはいさよ、はいさよなら。予言者最初のステータスがもう限りなく低いので、基礎ステータスがなんかの攻撃パンパーンと食らったら死ぬのでね、この辺は注意です。そしてこれが星砕きの伝承、筋力を5アップさせるタリスマンですね。先ほども言ったように今回は金バサ武器とはいえ物理火力はほとんど筋力の補正に頼っているので、筋力をしっかりとね上げる手段は用意しておくと、まあ、ちょっとしか使わないんですけど火を力をも取っていきましょう。よし火を力を、今回はゲール行動にこのままね入っていきます。まあ、入るといっても本当に先っちょだけというか入り口だけなんですけれども、無色の断石2も取ってしまいましょう。ここにポンと入ると、中に入っていたら騎士たちがいるのでこの左側にローリングローリングで落ちていって、でこの2段目のところに無色2ですね。一応門上のね横でも無色2拾えるんですけれども、時間がちょっともったいないので今回はここで拾わせていただきました。あとは通常探石を拾うルートでもゲール行動結構お世話になりますので、先にちょっとね中の様子を覗きに来たって感じですね。ここはこのままだと祝福に移動できないので、このままちょっと投進して先ほどのゲールトリデの祝福に帰っていくと。よしではこのままケイリットのね一番最初リムグレイブ側にあるね祝福つけちゃいましょうか。今回はちょっとそこの祝福お世話になるのでつけておいた方が後々ね移動が楽になります。じゃあここでポロンして、ではメリナちゃん円卓に連れて行ってくれ。メリナちゃんに手を触れて移動するときだけなぜかメリナちゃんの手がちょっと金色に光るんですよね。これ何なんだろう、やばい考察癖が出てきた。いやダメだダメだ、考察し始めると長くなる。よし石門前から再開しましょう。でこのままリエーニエの方抜けていきます。種子はしっかり回収。さあここはしっかりポロンして、ローデリカちゃん横座りクララー、ついでに必要なアイテム回収しておきましょうか。さあ筋力コブですね、まあ、今回筋力コブ、あぶつあつあつ、ハツ危ない。ベルナルさん今回も挨拶だけだ。さあ今回ももしかしたら、ではあいつはスボスさん戦技場の黄金樹に誓っては使用しないかもしれないが、一応取っておこう。戻ってきたらリエに向かっていきましょうか。湖のリエニエ、イリス教会の聖杯の雫だけ取っておく。トープスさんあなたはまた今度。さあで今回もここからジャンプして下に降りると、
ここジャンプ。ほっ。かー。ご安全に降りて。あ、祝福に戻ればいいのだよ。で、こっからジャンプ。うっと危ない。よし。で、あれとか、ケツに矢刺さってるけど。まあ、ここでもう一応使うかもしれないんで、進行アップのタリスマン取っておきましょうか。日本指の伝承。そして、転送門で、南門前に。はい、南門。今回は、イジー方面に向かう必要性があるのと、あとは前回とはね、ちょっと違う移動方法。いや言えなかったけど、今回はイジー方面に行ってね、欲しいタリスマンを取るためにちょっと向かっていきたいのと、あとは別のね、方法でデクタスの大昇降機に向かっていきたいので、ちょっとね、遠回りですけども、両方のルート向かっていきます。このままね、スモラーグのところまで向かっていって、で、この岩場の後ろから侵入していってと。で、このアイテム取ったらすぐさま戻る。で、逆側行ってね、またあの転送門からイージーの方向かっていきます。はい、東側に進んでいったら、この転送門。これでリエーニエ、あ、違った。カーリエの方へ向かっていく。よし、リエーニエセーブ来ましたね。はい、オープンして、あ、違う、ここで点火と。では南門に戻ってきたら、さあ一旦この門を奇跡鍵で通っていって、学院内部に侵入。ここの封印をスルーして、さあ黄金の種子を回収。正門前側から橋の方向に移動していき、ベイルム街道へ、え、言えてた、ベイルム街道へ抜けていくと。こっちのルートもこっちのルートで早くて楽ちんで、やっぱいいですね。フィルム協会来たら、雫を取って、あとはデクタスの大昇降機に向かっていきましょう。で、ここのね、ルーンの子、落ちてるんで、これも拾っておきましょう。前回ちょっと動画に抑えきれてなかったかな。で、ここは左側をこのようにね、ゴリゴリと走っていけば、何もなく抜けられるので OK。さあ、昇降機の左側の、こいつ、コムちゃん来る。ポンポン、オッケー。あ、よし、これで3をゲッチと。よし、これでデクタスの大昇降機側に来ましたよと。で、今回は別ルートで火山にある模色探石6を取りに行こうと思ってるので、一旦ね、火山館の招き手ラーヤのところに会いに行きます。まずはラスカーの廃墟のところまで道なりに来たら、そのままね、北西の方向向かっていきます。このちょっと小高いね、島があるので、ここでポロンで、島からすぐね、東側にね、東屋が見えるので、そちらに向かっていく。 Hello. ちょっと顔が近いな俺。少し距離取ろう。さて、ラーヤちゃんから大事なものを奪った人から取り返してきてほしいと言われるので、願いを聞いて、さあ、ならず者ね、この北西の方向まっすぐ進んでいけばね、まあちょっと西寄りかな、まっすぐ進んでいけばね、ボロ屋の近くにいるので向かっていきましょう。おほ、ビッグボギー、今日も茹でてるな。で、彼からラーヤちゃんの大事なものを取り戻すためには1000ルーンいるので、一旦砕いて首飾りを渡してくれとお願いしましょう。さあ、購入するで、ラーヤの首飾りを購入して、さあ、これで仲良くなります。よし、じゃあちょっとね、ほっこりしたところでラーヤちゃんのとこ戻っていきましょう。ラーヤ、取り戻してきたよ。ちょっと俺近いな、距離がやっぱりさあ、首飾りを渡してあげて、で、火山館の招待状をもらうと。これでライアンのイベント進めましたね。この霊気流からじゃーん、すぐ向こうに見えるあのちょっと崩れた遺跡、あそこの方向に進んでいきます。するとね、なんか一人だけ鬼人の魔術師がいるんで、こいつ倒しましょう。さあ、こいつを倒すと初回でね、奇跡の杖確実に確定で落としてくれますんで、これを得たら OK ですね。では次に、ちょっと全然強化してない状態でパッチに会いに行ってみましょうか。パッチ、今会いに行くぞ。で、この状態でね、血抜き師相手にするの相当きついので、ユラさんをね、まあ、待つのがベストかなと思います。ネリウスマジで強いんで。ネリウ
で、火付け。うっと危ない。いや、死ぬね。ダッシュ、ダッシュ火付けぐらいかな、うまいこと当てれるのは。ダッシュ火付け、うん、そうだね、ダッシュ火付けぐらいじゃない。ダッシュ火付けで一発当てて回避って感じかな。危ない、ユラさん、ユラさん、ナイス。いけ、友情チェーン。もうないだろ。俺もない。やめて、やめ、危ない。友情チェーン。さあ、そして走り込み。あ、ちょっと危ない、走り込みが出てなかった。さあ、これでネリウスを倒しておくと。まあ、やっぱり武器とか、あとは自身を強化してないとかなりね、きつめですね、彼は。オープン。わおわおわお。どんぐらいやれるか見せてやろう。危ないな、やっぱり大盾のガード値高いな。まあ、火付けでこんぐらいって感じですね。あとは大盾構えてるときはこの貫通突きガードをね、無視してダメージが入るので、これを有効的に使っていくっていう感じですかね。さあ、パッチ、今回はちょっと早めに来たぞ。この人は話がわかるってな。では、プロロしましょう。準備できたみたいだな。さあ、パッチからマールギットの高速具、製法書、黄金漬けも今回買っちゃうか。じゃあ、ここまでやったらアルター高原進んでいきましょうか。さあ、アルター高原来ました。デクタスの大小後期からアルター高原に来ると、ここにね、ラーヤが来る風になるんですけれども、曇り川の洞窟にいるパッチを倒す前に、ここでラーヤの手を取って火山館に行ってしまうと、パッチが火山館の方まで一気に移動してしまいますので、ちょっとパッチからね、いろいろ物を買うのが不便になってしまうので、今回は先にパッチを倒したという形ですね。で、ラーヤさんは一旦無視して、で、サンサロの北にある種子はしっかりと取っておく。では、このままね、オート川まで抜けていきましょうか。よう、兄弟。さて、外角の種子2つはしっかりと回収。さあ、ガーゴイルさんが来ますが、こいつも無視。さあ、ここの種子もしっかり回収して、 I see you。 逆側に降りて、危ない、もう一発目からいいところ打ってくるじゃねえか。よし、到着と。では行きましょうか。今回はね、スピアが判定点なので、拳でやつを地面に叩き落としていきます。さあ、このままここを間抜けていって、ここ乗って見ていく。で、この辺ですね、もうキャラの向いてる方向にそのまままっすぐ進んでいきます。で、2本目を抜けていったぐらいで、あっと、今回はまた引っかかったかな、ここで。 OK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  来てくれた。もう一回、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 もう一回かわして、ほら、走ってきな。おかしくなっちゃう、おかしくなっちゃう、馬がおかしくなっちゃうか。さて、これでケツにパンチ。さあ、これで落ちていくと。まあ、ちょっと想定と違う動きをしてもしっかりと対応していく。まあ、あんな感じでね、途中で動きが止まってしまうこともありますが、しっかりと攻撃をね、対処していけば元々の形に持っていけますので、その辺はまあ対処していくっていう感じですかね。では一旦レベルアップですね。生命25、持久10、筋力12の進行22という形です。筋力と進行に関してはガーゴイルの黒剣を特にタリスマンとかなしでギリギリ持てるステータスラインですね。持久生命に関してはこの状況下で、まあ、最低限これぐらいは必要かなっていうラインに留めております。よし、レベルアップ。では竜のツリーガードを倒して一旦ステータスを上げてから、イジーさんの横っちょのところまで帰ってきました。下の方ですね、こっちに進んでいって、あるアイテムをね、回収していきたいと思います。このままね、指虫たちがたくさんいるこの道を進んでいきます。で、このちょっと高まりになっているここの先、ちょっと大きい指虫がここにいるので注意なんですが、ここで知力コブ、これを回収していきます。では知力コブを取ったら、次はですね、エオニアの沼地に戻ってきて、またオニールさん、彼ですね、彼を倒していきます。で、このままではね、武器強化全くしていないのでかなりきついんですけれども、オニールさんね、フィールドに非常に弱いので、ここの辺りのフィールドに非常に弱い特性がありますので、それをちょっとね、利用していきます。まずはね、この外側に出てきて、一旦オニールさんがこの外まで出てきてくれるのを待ちます。ちょっと厄介なやつが来たな。オニールさんが来たら、ここのね、ちょっと毒のドボドボがあるんですけど、この毒のドボ、ちょ、厄介、毒のドボドボのところまでちょっと一旦来てもらいましょう。
よし、見ましたかね。これで1000ダメージ入っております。ではこれやっていきます。おー、いいダメージ入るね。おいよいよいよ、よし、邪魔者は行ったな。で、邪魔者が行けば基本的にはここら辺をぐるぐるしてれば、あ、こんな感じでね、もうすんごいダメージ入れれるので。おっと、そうか、2段階目になったから外からじゃない、中から奴らが出てくる。さあ、お前の仲間も、そしてお前自身も毒に侵されて消え失せろ。まあ、こんな感じでね、オニールさんまともに戦わなくても非常に簡単に倒せるので、ミリセントのイベントとかね、ゴーリのイベントを進めるのはそんなに難しくないですね。ではオニールさん倒したので、一旦ゴーリとミリセントのイベントを進めて欲しいものを手に入れられる状態にしていきたいと思います。よゴーリ、そして針を渡してやろう。ではプロロ、さあプロロしたらゴーリーからムクキンの針の修復版をもらい、腐れ山への教会でミリセントさんに渡して刺してもらいましょう。ではもう一度ゴーリーさんのところに戻っていく。ゴーリーはいなくてミリセントがいるので、ちょっと懐かしさを感じた彼女の話を聞いてあげて、もう一回プロロですね。ではプロロするとゴーリーさんが戻ってくるので、ゴーリーさんから魔術を学ぶことができます。夜巫女の霧、こちらをね購入しましょう。このために今回はオニール、そしてミリセントイベントを進めたと言っても過言ではありません。では一応さらなる安定を求めるためにね、先にレベリングしたいので、一旦エビゆでのボロ屋からここの技量コブを取ってしまって、グレイオール倒していきましょうか。よし、では霊薬飲んでグレイルの装備条件を果たして、グレイオールをさっさと倒していきましょう。よし、倒したら取り付けを噛んで、はい、 OK。 さあもう一体倒しに行こうかな。よし、では夜騎兵、ここのやつも倒していきましょうか。来た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 、いいよ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 、はい、ハマった、もう勝ちだね。さて後ろに行ってる間ね、落ちないように HP だけ確認しっかりしといて、あ、やばい、間に合うか、間に合ったね、ギリギリ、 OK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 。 まあこういうこともあるからね、しっかりと HP は確認しておく。では今稼いだねルーンでレベルアップしていきましょう。生命30、持久15、筋力18まで上げていきますね。では次に魔術に、先ほどゴーリーからだった夜巫女の霧、こちらをねセットしておきます。で、霊薬には一時的に知力を高める知力コブの結晶雫をしっかりとセットしておきます。で、聖杯瓶は45もしくは54ぐらいにしておきましょう。これぐらいですね。で、触媒としては先ほど倒したね鬼人が確定ドロップする奇跡の杖、こちらを使って魔法を発動していくという感じです。さあ、ここまで準備をしっかりしていきましたので、最序盤で倒すにはかなり難しいこの黒危険の眷属、倒していきましょうか。まずは知力コブ飲んであげて、でこの辺にポンしてダメージ入れたら後ろに下がっていって、でこの辺でポンして、で下がっていくと、あ、痛い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 、はい、カモーン、はい、かわしてかわして、でこの奥の方に溜めてポンで、こういうのは妖怪のステップで回避、はいはい、 OK。 それでまた前へ出てかわしてかわして、でまた前へ出して、これちょっと遅めかな、この辺で回避して前へ出ますと。で、当たんない当たんない、でこの辺また奥めに出して、危ない、奥目に出して、はい、で回復して、これ両剣のステップ、奥目に出して、危ない危ない、これ両剣、自分の、あ、危ない、自分の切りで死ぬところだった今。でウィーン、ポン、回復して、奥目に出して、さあ時間との戦いで、あとは奥目に出して、ブン、さあ来い、さあ終わりだ。あぶねー、ギリギリだったな。
いや結構何回かこちらも検証してますけれども、かなり時間とね FP ギリギリなので、まあ、何回かやる必要はあるかなと思いますけども、最序盤でねまともに戦わずにこの黒き剣の剣族を倒すことができます。ではね、今回使っていく武器ガーゴイルの黒剣ですね。攻撃力としては物理と性属性それぞれ 50-50 ぐらいになっているという武器です。で、進行の補正値も一応存在してるんですけれども、進行を上げてもねそんなに補正値は乗りません。で、筋力の方は逆にかなり補正値が乗るので、今回は筋力を高めていって物理の補正値を上げて物理火力を高めていくっていう形になります。もともとエルデンリングの最終盤のボスたちは生属性カット率が高いので、まあ、無駄に進行を振るよりも物理攻撃力を高めた方がいいっていう考えですね。さあ、加えて専用戦技の指導斬りという、まあ、月牙天書黒い月牙を飛ばす戦技があるんですが、こちらも進行のねステータスを上げていっても火力は伸びません。その代わりに生属性の攻撃力を高める効果のあるエンチャントやバフ、あとはタリスマンなんかで攻撃力が上がるようになっていますので、今回はアイテムでこの白斬りの攻撃力効果を高めていきつつ物理で殴っていくと、そういうねスタンスにしていきます。まあ、もちろんこの白斬りもね黒煙効果、敵の HP の 2% だったか 3% だったかを 2,3 秒かけて削っていくっていうね有用な効果があるので、その強みもね見せていけたらいいかなと思ってますね。では目的のねガーゴイルの黒剣手に入れたので、まずはプラス6まで強化していきましょう。はい、これで OK ですね。では次に大昇降機前に移動してライアに話しかけて火山下に移動させてもらいましょうか。ライア、お願いします。ではライアの手を取る。ライアの手を取るときは手が金色に光ったりはしないんですね。さあ、ということで火山下ではレベルアップちょっと忘れていったので、レベルアップ先にしちゃいましょうか。生命力40まで持っていくために35にして残りを筋力に振っていきましょうか。7000ちょっとだったらまたすぐ溜まると思うのでね。まあ、ゲルミア火山、いや火山間内部ではね特にやりたいことはないので、さっさとね取りたいものだけ取りに行ってしまいましょう。まずは黄金の種子を取って、さあ指虫ちゃんたちのところを下山していき、マップの近くで大指虫が出てきて、おっとマップを回収。ちょっとダメージがやばい、あぶねー。お、ただれた呪霊さん、こんにちは。どこか会う日まで。ではこの橋を降りていって、さてちょっと先にこの犬邪魔なんでこいつ退治しておきましょうか。退治しておいて先に霊薬を飲んでおこう。さあ死体臭のボロ屋で黄金樹に誓ってをゲッチュ。さあアネスティシア一発二発、そして何クソ強靭が、この装備は足りないか。さあ見せてやろう俺の黒い月が。何、さあ見せてやろう俺のく見せてやろう俺の黒い月が、月が天使、月が天使。じゃあなアナスタチア、テロオスキラスを弾き返すほどのセロで、ここの乙女人形たちをかわしながらここのはしごをサクッと登って模食探石6を取りに行きます。じゃあな乙女たち、わらわらと湧いてくるな。まあ先ほども言った通りガーゴイルの黒剣の戦技非常に優秀です。FP 消費が少なくて威力の高い祈祷の黒煙だと思っていただければね、その優秀さがわかると思う。あっぶね、思います。よし、プラス6を取ってこれで戻っていくと。生属性っていうところが若干ねボスに対して火力が出ない位置になってしまってるのが残念なところかな。まあ、ついでに防御力を上げるために少し買い物もしてくるか。さあ、ここのパッチのメッセージはちょっと無視して、お前との戦いをすることはなかったからな。あ、やべ、いややべ、本気のようだな。はい、かわして、はい、でん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 、あ、やばい、ついこれは危ねえ。だがここで必ず致命が取れる。強靭削り値も後半部分だけで200とねかなり高いです。戦技を数発打てばボスでもしっかりとダウンが取れると。これで生属性じゃなかったらマジで攻略の派遣だったな。お、いたいた、
やっぱりね、黒い剣には黒い装備でしょうよ。うん、いいね、似合ってる。よし、これで攻略していこう。では今回はここでね、鈴玉ガリガリしてちょっとルーン調整していきましょうか。よし、いなくなったな。じゃあ準備していきましょうか。霊薬を飲むことで先ほど拾った黄金樹に力手を使える。そして火を力をで物理属性だけアップ。これね、戦技の攻撃力は上がらないので注意ですね。さあ両手持ちしていきましょうか。月が天将。さあ3回目でしっかりとダウンを取れる。それで致命を一発。じゃあな、鈴玉狩り、圧倒的な力、これが挽回の月牙天将、黒い月牙。あとはルーン調整をして、これで筋力を上げていきましょうか。一応ね、ここでは1しか上がってないんですけど、ここからグビグビ上がっていくのでね、大丈夫です。では火山館で拾った6を使ってガーゴイルの黒剣をプラス6にしていきましょう。これでプラス6と。あとはオートに行って7拾って8、9強化して10まで持っていくっていう流れですね。じゃあマルギット倒しに行きましょうか。なんだお前、一人で戦いに来るとは。それは勇敢ではなく万有だな。それではマルギットやっていきましょうか。前回同様ね、ちょっと動きが違うやつに関しては、霧を落としてからね戦っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。フォルタニッシュ。ではマルギット行きましょうか。まずは霊薬、これは進行コブと筋力コブですね。さあ黄金樹に誓って、そして火を力を使っていきます。火を力をは戦技の火力は上がらないんですけども、物理火力が上がるので一応使っていますね。さあマルギットの高速具に切り替えて、ここちょっとね、今回は近めまで近寄っていきます。さてここぐらいまで近寄ったら1回マルギットの高速具、そして一度月が、さらに2回目転生。さあここまで来たら一発回避して、今までと同じ流れですね、ポイッポイッと投げておいて、パンドン。さあここで転生、月が転生。さあそして致命を一発。じゃあなマルギット、これが黒き月牙の力で、お守り袋を回収と。基本的に、大ボスであるデミゴッドたちは聖属性の攻撃にね非常に耐性があるボスなので、今回ね白霧の先っちょだけ、このね硬派だけを当てるとねダメージが通りづらいというね、そういう欠点があります。なので今回はわざわざマルギットの近くまで近寄っていって、剣部分をしっかりと当てて物理攻撃力を乗せることでしっかりとダメージを出して、マルギットを一気に踏破していくという方法を取っていきましたので、よろしくお願いいたします。ではもう一度ねアルター高原に帰ってきました。タリスマンがねもう一つ装備できるようになったので、欲しいタリスマンをねここで回収していこうと思います。いるなアジンたち。さあそしてルクスの廃墟に入っていったら奥側まで抜けていって、ここですね。さあ行こう。さあギリか、お前を特に何もなく倒してる。そんなに叫んでいたらもうお前負けちまうぞ。終わりだな。じゃあなギリか。さあそしてこれでルーンもしっかりと回収して、ここを開いて、さあ欲しいタリスマンですね、宝刀の剣のタリスマン。さあこのタリスマンは HP が最大の時に攻撃力がね 10% 上がるタリスマンです。もちろん物理の火力にも乗りますし、加えて戦技の硬派部分にも火力上昇効果が乗るので、まあ、非常に有用なタリスマンです。よし、じゃあサクッとストーンビル城走り抜けていきますか。あ、その前にレベルアップね、筋力ねしっかりと22まで上げておきましょう。これによってガーゴイルの貢献の筋力要件ね満たしますので、一気に火力がね表示火力上も上がっていきますね。 The gate! Open the gate! さあ今回はノーダメでねしっかりといきますよ。まあ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 、猟犬のね強さも皆さん分かっていただけたと思うので、ほいで、ここはボーっといったら、はいかわす、ここもか、うんここから、ここからノーダメ、ここからノーダメだから、ここから全然ノーダメでいっちゃうからさ、はいノーダメ、よし着いたね。ちょっと君たち邪魔だな、
俺の月画テンションのサビになりきるよ。さ、月画テンションね、非常にロック音距離、ロック音角度かながいいので、真後ろ向いた状態でも敵に当てることができますし、あとこの後半部分がね、強靭度が非常に、強靭度というか体幹削り値、耐性削り値が高いので、このような強モブのね、イミゴたちもひるませることができることも優秀な点の一つと。じゃあな、アレキサンダーもどき。さあ、ひびつぼ、ひびつぼ OK ですね。はい、ボス前ベア、一応種子もね回収しに行きましょうか。こんな感じで貫通効果もあるので余裕でぶった切れると。マジで生属性であるところ以外はね、よさみしかない素晴らしい戦技。ではゴドリック戦行きましょうか。いつも通りバフをモリモリにしてね、中に入っていきます。さあ、ではゴドリック戦ですね、近づいていって、この辺からポイポイと投げて、この竜巻攻撃を誘発して、この辺で待ちます。さあ、ぐるぐるが来たら右に移動していって、後ろからゲツが。さあ、一回離れていって、ボンブン、もう一回同じ攻撃か、この辺の距離感でいて、さあ、またぐるぐるを後ろから回避していって、転生。さあ、次の攻撃見て、あ、どんどんどん、この攻撃が当たらないのもこの戦技のいいところですね。遠くからゲツガを放ち、もう一度放ち、そしてスタミナを回復して、あー、さあ、ご昇乱あれ、黄金の君主よ。さあ、近づいていって、スタミナを回復して一発。さあ、スタミナを、いや、 R2 で殴ってから致命。さあ、ゴドリック、さよならだ、黄金の君主よ。漆黒の刃を前にひれ伏すがいい。相変わらず話が長いな。よし、ゴドリックの大ルーンゲットですね。ではレベルアップですね、進行を23まで上げてください。これ以降は多分進行は上げないんじゃないかなと思います。まあ、23まで上げる理由は後ほど説明します。ではゴドリックの大ルーン起動していきましょうか。サクサク打っていきます。さあ、力を得よう。パリン、グレートルーンリストアード、忘れる前にしっかりつけてと。ラダーン様行く前に1個欲しいものがあるのを今思い出しましたね。まずはデクタスの大昇降機から湧いて、こちら南側に向かっていきます。上から狂い火の炎をね、焚きつけてくるあの塔に向かいます。さあ、ここに壁ゴリゴリで行けば基本的にはゲージがたまらないので大丈夫で、終わったらここボーンと飛んで中に入っていって、下入ってネズミちゃんたち邪魔しないでね。よし、オープンして、これが欲しかった、しゃぶりりの叫び。ちょっと上がボーボーうるさいんで、一旦黙らしてくるか。ちょっとお前ら静かにしな。では今拾ったしゃぶりりの叫びですね、ここには書いてないんですけれども、40秒間ね、与えるダメージ、余ダメージが 1.25 倍、そして食らうダメージ、非ダメージが 1.35 倍になる効果を持っている祈祷です。この祈祷、実はこの黄金樹に誓ってと共存することができる。さらにこの火を力をとは違って、生属性なんかのね、炎攻撃以外の属性攻撃に対してもしっかりと倍率が乗るような、そんな祈祷になってます。こいつの、必要進行値が33ということで、進行を23まで上げて霊薬でプラス10して33まで上昇させて使っていくと、そういう風なね計画になっておりますので、よろしくお願いいたします。よし、では忘れ物も拾ってきたし、ラダーン倒しに行きましょうか。まっすぐ行って、この辺からこうで、下見たらこう、オッケーですね。さあ、これでマリカのくさびも反応してるので、ラダーン様にすぐに会いに行けると。さあ、マリカのくさびを選択。はい、オッケー。もう明石市場内部をね、二度と攻略したくないくらいには簡単なショートカットですね。ではラダーン将軍やっていきましょうか。まずはルーンの子を使ってゴドリックの大ルーンを起動、そして転送門に触れてスティックを後ろに倒しながらトレントを連打で出していき、移動後すぐにダッシュですね。で、ラダーン将軍の姿が消えるまで移動していきます。さあ、姿が消えたらスタミナを一旦回復させて前に近づいていく。さあ、姿が見えたらこの辺で霊薬を飲んで馬降りて黄金樹に誓って、さあ、そしてしゃぶりりの叫びを一旦使います。効果時間はね、80秒と40秒です。
さあ、そしてここで FP を回復して亀に持ち替えて、ちょっともたついたけど大丈夫かな。ロックオンして今回前に進んでいくだけです。前にダッシュ、前にダッシュ。ラダン職のケツにしっかりと近づいていってダッシュしていくだけ。これで当たんないですね。で、終わり際にしっかりと後波を、いや、ゲツが打っていく。ぐるん、ぐるん、ぐるんぐるん。ここだけかな。で、ここで後波を一発。で、近づいていってダッシュで、スタミナが切れないようにダッシュで近づいていってって感じですね。この走りモーションばっかりのところめんどくさいね。はい、ドーン。で、ここでまず一発ね。で、次はドシーンが来るので、ドーン。これかわして一発当てて、後ろに回避して、もう一発。これもう一発いきますね。オッケー。で、FP 回復、しゃぶりりの叫びを使って、で、ラダーン将軍の位置を把握して、で、馬出して、逃げて、さあ、近づいていく。さあ、両手持ちして、まずはここで一発。おっと、マジか。お前そこは隕石呼びのタイミングだろ。ダメだぜ、約束は守ってくれ、ラダーン将軍。オッケー。約束守らねえやつには、致命だよな。じゃあな、ラダーン将軍。いつものことしてくれなかったな。まあ、それでも、ロックオンして前に走ってるだけで、大体倒せると。いやー、生属性が効かないと言ってもね、まあ、戦技の性能の高さでご利用せちゃうという感じでしたね。